ノイジッツは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのアンスバッハ軍に属す、町村で、ローテンブルク・オプ・デアタウバー行政共同体の一員。ノイジッツは、ローテンブルク・オプ・デアタウバーとアンスバッハの間、フランケン兵衛自然公園内に位置する。隣接する、市場村には、大規模軍都市のローテンブルクのほか、ゲープ・ザッテルやビンデルスバッハが含まれる。この町は、 公式には9つの地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。バハゼンベルク・バハゼンベルクは町の中央から約2キロメートル離れた人口98人の集落である。ここはかつて農業中心の村であったが現在では農場はない。現在の自治体のイジッツの地域には何千年も前から入植が行われていた。 アウトバーン A7 号線の工事の際、戦隊分土器文化の時代の存落跡が発見された。石器時代中期の出土物も、バハゼンベルク、ノイジッツ、キルンベルク周辺から出土している。ノイジッツ自身は、ローテンブルク周辺地域に生まれた比較的新しい村であり、帝国料理町ノルデンベルクにより創設された。1235年頃には、500人の 労働人口と教会を持つ騎士領として城が置かれた。さらにドミニコ会の小さな修道院が築かれた。数世紀も後、ノイジッツは1802年にバイエルン領となった。ノイジッツの町議会は主張を含め14議席からなる。上下に分割。上部は銀と青の横帯の3回反復。下部は銀字に黒い和紙。この町は、 ビルツブルクからウルムを結ぶアウトバーン A7 号線沿いに一致している。この文献はドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。